今朝の北陸中日新聞から記事をご紹介します。金沢市諸江町のアルプラザ金沢の1階で去年10月から趣味で手掛けた絵や書を展示している荒島秀幸さん。優しい字体や画風の作品で訪れた買い物客に癒しを届けています。会場には水彩絵の具やパステルを使って描いた絵や絵と書を組み合わせた作品などおよそ80点が並びます。荒島さんと書との出会いはおよそ15年前です。路上で詩人が書いた作品で人々が涙を流すのを見て文字の力に感動しました。自らも筆を取り身近な人に送ってみると喜ばれたといい次第にのめり込んでいきました。また4年前には書に添えるための絵も描き始め、書と絵いずれも自己流でありのままの自分を表現しています。仕事の休みを使ってアルプラザ金沢で制作に励むという荒島さんは、たまたま居合わせた買い物客には即興による書や絵をプレゼントすることもあるんだそうです。要望に合わせて1分足らずで買い物客の名前や好きな文字を書いたり簡単な絵を描いたりしてきました。荒島さんは作品を通じてコロナ禍の中、見た人にとってちょっとした心の拠り所になればいいと願っています。さあ今日はこの記事を取材した北陸中日新聞の郷志記者とつながっています。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。これ荒島さんは絵は描き始めて4年とのことですが、どんな絵を描かれてるんでしょうか？そうですね、荒島さんはいろいろなものに挑戦していて、記事で紹介したような生き物だけではなく、風景や有名人の似顔絵、さらには果物まで描いています。果物のみずみずしさなどどうすればうまく表現できるかを考えるのが楽しいみたいです。こうやって映像を見ててもね、キウイが今切ったばかりかというようなみずみずしさを感じるんですが、もうお会いするときはね、私って一体どんな人間なのか分かりやすいようにちょっとインスピレーション湧くような格好で行った方がいいかなって思ったりもしますけれどもなんかどうやったら描いてもらえるんでしょう、絵を。あ、荒島さんはとても気さくな方なので、もし運よく出会えたのなら話しかければ心よく書いてもらえます。こちらが私の名前なんですけども、私も書いてもらいました。はい。で、その時のインスピレーションを大事にしている方なので、名前一つにしてもその人に合った雰囲気で作品を仕上げてくれます。力強いその字体とね、柔らかいそのイメージがねとっても素敵ですけれども、できればね、荒島さんがいらっしゃる時に行きたいですよね。あ、そうですね。ただもし荒島さんがいなくてもですね、会場にはノートが置いてありまして、はい、ここに感想を書くことができます。荒島さんは丁寧な方なので、時折イラストを交えて一人ずつに対してきちんと返信してくれますので、皆さんもぜひノートに感想を書いてみてください。丁寧な方ですね。で、絵も実際に見てみたいです。そして書いてもらいたいなというふうにも思いました。ここまで北陸中日新聞の郷志記者とお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。